中国のステルス戦闘機 J20、機関砲を搭載していなかったビジネスインサイダーの報道によりますと、現在、中国が開発を進めているステルス戦闘機 J20 に、機関砲が搭載されていないことが明らかになりましたこの戦闘機と機関砲との関係なんですが、昔、空対空ミサイルが開発された当初、ミサイル万能説で、 戦闘機に機関砲が搭載されていない時代があったんですが、その後、機関砲がないことによってドッグファイトができず、苦戦したというですね、歴史がありますので、ステルス戦闘機同士の空中戦でもミサイルの性能がかなり制限されると見られ、こういった中で機関砲が搭載されておりませんと、戦闘能力に 問題が出るんじゃないかと思われますこちら、そもそも中国のセルフ戦闘機 J20 は、かなりですね、古い技術を使って作られておりますので、相当性能が低いんじゃないかとの見方もございますが、日本政府にはこの J20 について、しっかりと情報収集を行っていただき、有事の際にどうすれば効率的に無力化できるのか、 検討と準備を進めていただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました